よ。ラグが、大人の声が聞こえてくるんですけど。はい、この番組はですね、相川夏とマスクメイドからなるコスプレパフォーマンスユニットコミュ障が中心となってお届けするトークバラエティ番組です。毎回コミュ障と親交のある友達をゲストにお招きして、皆さんがツイッターやブログなどには書いていないようなことをトークや企画を交えてバラエティに富んだ内容でお送りしていきます。配信はニコニコ生放送とショールームの同時生配信をしておりますので、ぜひ配信見てる方はコメントじゃんじゃんよろしくお願いします。お願いします。コメントありがとうございます。こちら会場はですね、中野にあります中野 V スタジオというところからお送りしております。いつもは M スタジオなんですけど、今日はちょっと広い V スタジオでねやってるんで、会場で見たいという方も観覧もできますので、お近くにいる方はぜひ観覧にも遊びに来てください。はい、まだソーシャルなディスタンスがね十分保てる十分保てる感じなんで、ぜひいらしてください。はい、よろしくお願いしますということで、今日はね会場も広いので、いつもよりゲストも多くてすごい賑やかな感じでやってまいりましょう。早速ゲストの皆さんも紹介をしていきたいと思います、うん、ではまず私から MC の相川夏です。よろしくお願いします。はい、続いてコミュ障の極宝マスクメイドです。よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、モデルウォーキング講師のはじめです。よろしくお願いします。はい、シンガーソングライター水橋彩香です。よろしくお願いします。はい、船乗りモンスターモンスターのゾエネです。長いね。はい、ただ乗りモンスターの眉毛の方、わっくんです。よろしくお願いします。ただ乗りの方じゃないんですか。はい、はい、和太鼓奏者の暇人です。よろしくお願いします。崖に咲く一輪のバラ、ヴィーナス進行です。よろしくお願いします。わー、強い。はい、強いというコメントも来ております。誰に対するコメントかな。強そうだよね、今日全体的に。ね、詳しく紹介していきたいと思いますので、ね、今日せっかく広いんで、ちょっとこのスペースを空けていただいて、いつもはできないことをしよう。広く使っていきたいと思います。いつもみっちみち参加するやつですからね。じゃあまず、はい、コミュ障の相川夏なんですが、私は歌を歌っておりまして、なんと来月ですね、9月2日にアルバムが全国流通します。イエーイ。初の全国流通ということで、ありがとうございます。そのアルバムに収録されている曲を1曲歌わせていただきたいと思います。はい、大丈夫ですか。あ、ここですね。今日歌う曲はですね、なんと今日ゲストに来てくれている水橋彩香ちゃんが曲を作ってくれました。初めて楽曲提供していただいて、すごいいい曲たくさん作るから、もう前からずっと曲の提供してもらいたいなと思ってて、今回ついにね曲を作っていただいたということで、この記念すべき初の全国流通のアルバムに収録されますので、こちら今日はいつもは歌ワンコーラスなんですけど、こちらの V スタジオね、照明とかもあるし、せっかく広いので、あ、ありがとうございます。ちょっと本当だ、ずっと、え、あ、マイクすごい、あの熱を発してるんで大丈夫かな。はい、今日はフルで今日はね、フルでね、歌を歌わせていただきたいと思います。なっちゃん可愛い、なっちゃんハッピーハッピーサマー。違うよ。はい、では彩香さんに提供していただきました。何番だっけ。3番です。クローバーという曲です。クローバー、はいつも通りの友達感覚です。あれは、ま、そう、この曲はあのアニメ「世界は意外と小さくできている」というアニメの主題歌にも使っていただいてですね、初のアニソンということで、アニソンシンガー相川夏すごくいい曲なんで、ぜひ素敵なボカロ系の方にも買ってください。協力していただいて、 そのままの君らしく背伸びしないで笑ってて、子供を見て海にはしゃぐ姿愛しくて、
そう、ちょっとね、難しい手拍子がだけど、すごいいい曲なんですよ。ハートのコメント、彩香さんもね、いい曲本当にいっぱい作ってくれるんで、彩香さんの曲も聴いてほしいし、私のこのクローバーが収録されたアルバムが9月2日に発売されます。タワレコさんで予約していただくと特典がつきますので、よかったらね、予約して買っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よかった。特典はポストカードです。セクシーなやつですか？セクシーではない。じゃない。今の予約1個減ったわ。2個買います。お願いします。はい、というわけで、じゃあ、娘らどうぞ。はい、ということで、コミちゃんの動く方、マスクメイドでございます。本日はですね、この今日はなんかね、動ける、そう、動ける、今日は広いということで、なっちゃんとスポーツ合わせてきたんですけど、久々に出したらね、思った以上にね、パツパツだったんですね。はい、そんなマスクメイド、この自粛制作がね、長引く中、何が必要かと言いますと、やっぱりね、筋トレですね。筋トレは大事ね、ね、このメンズ陣はね、そうですよね。やっぱ筋トレとか大事。筋トレもめちゃめちゃしてますよね。メンズを禁止もメンズとか。ということでですね、今日はそうマスクメイドもまだ CD が出ていない新曲の中からですね、筋トレの曲を1曲やろうと思うので、多分なんか今日エアコンの効き悪いんですけど、ちょっと暑くなると思うんでご容赦をください。はい、もうすでに暑いということで、マスクメイドが多分なんか今延期中だけど、冬かお正月ぐらいにレコ発をするかもしれないニューアルバム言葉狩りに収録されるはずの新曲腹筋コンクリート、ご覧いただきましょう。大丈夫、安心してください。あのスピーカーからね、あの音源が流れてるかのような歌声が流れますのでですね。今期対策もバッチリですよ。あ、でもマスクメイドちょっと普通に叫ぶからあんまり意味がないかもしれない。それでは皆様、一緒に動いていきましょう。観覧の皆様、やることしようね、そうだよね。
熱狂がすごい、ここだけ温度すごい高くなってる。じゃあサーモグラフィー持ってきたら私はお店入れなくなる。はい、ということで皆様筋トレをしましょう。これはプロテインです。運動したら30分以内にね。確かにタンパク質入ってる。私あの去年ぐらいに姉が出演させてもらって、でその時も姉がマスクメイドちゃんの後だったんですよ。うわーやりづらいって言ってた気持ちがすごいよくわかる。マスクメイドの後の人やりづらいんだよ。今日すごい真面目にやったはずなんだけどな。の、はい、どうしようかな。私はあの普段モデルをやったりだとか、あとは歌を歌ったりしてるんですけれども、今日は、そうですね、あと最近はモデルの講師をメインにしているので、今日はあのオンラインで見てる方もたくさんいるので、その方にも実践していただけるような、ちょっと疲れにくいとか、ハイヒール履いてても全然楽勝みたいな姿勢を覚えていただきたいなと思います。すごい健康番組みたいな。運動した後にね、ちょっと健康番組なんですけど、ちょっとどなたかお手伝いいただきたいんですけど、ちょっと私汗が今やばいので。じゃあなっちゃん、いいですか。わ、いいんですか。はい、ハイヒール履くことあります。あんまりないんですけど、すごい身長差がすごい。そう、たまに履く。はい、じゃあ、1分でできる方法をお伝えします。じゃあ、まず正面のを見ていただいて、まずかかとをつけて、つま先は拳1個か1個半分ぐらい開けます。男性の場合はかかとをつけずに、かかとを仁王立ちするような感じで肩幅で立ってください。女性はかかとをつけます。そうですね。そしてあばら骨を、自分のあばら骨持っていただいて1回上に持ち上げます。あばらどこだったかしらという方がいます。はい、一度下ろしてください。そうですね、この時よく骨盤が傾いてる方いるんですけど、グッと、はい、じゃあ今日ちょっとミニスカートなので割愛しますが、できる方は、上で手を組んで天井を押すような感じでグーッと天井を押してください。が本気で取り大丈夫。はい、こうして天井を押すと腹筋背筋が上に長く持ち上がってる状態になります。そしてこのまま長く持ち上がったのをキープしたまま手だけ下ろしてください。そう、ここが長くなる。はい、でキープしたまま肩一度上、後ろ、下、で今下と下ろした時に全員腹筋もズドンと落ちてしまったので、持ち上げた腹筋が落ちないように高さキープしたまま上、後ろ、ここキープしたまま肩だけ下ろす。むずい。あ、いい感じです。じゃあ横からチェックしてみましょう。向こう見てください。いい感じ。この時ポイントはくるぶしからつむじまで軸が1本通ってるような感じです。軸が通ってないっていうのは、例えば上半身だけ前に行ってるとか、男性に多いんですけどお腹だけ前に出てるとかっていうのがすごい多いです。これ気をつけていただいて、くるぶしからつむじまで軸が立ってるよ。で、肩甲骨ここなっちゃう。肩甲骨ね。肩甲骨ここ。で、皆さんスマホ使いますよね。うん、スマホ使ってると肘がどんどん前に行っちゃうので。常にこうなってる。そう。この肩の位置から真下に手が降りるといい感じです。じゃもう一度正面向いていただいて、はい。女性の肩の位置がここ、うんうん、男性は後ろに来ると結構こうガリガリに見えてしまうので、男性は強く見せたいので手が太ももにかかるような位置です。皆さんすごい素直な生徒さんで、ね、だって絶対コメント今減ってるでしょ、どうせみんなやるでしょ。健康番組で、ここから足ですね。私よくモデルの、はい、皆さん生徒さんにお伝えするのが、
この水落ちからご自身の足だと思って過ごしてくださいってお伝えしてます。へー、そう、ここ、へー、肩がない、そう、ここです。うわ、そしたらなっちゃん、ちょっとバストがあるように見えるかもしれない笑いすぎ、笑いすぎだから、すごい見たから、はい、いい姿勢の相川夏さんの完成です。このままの状態で歩けないんだけど、歩ける、足とで一緒に出てたよよくやっちゃいました、ね、はい、これあの皆さんご自宅でできるのでぜひ実践してください。すごい、すごいためになるやつ、健康番組って一緒にやってたもん、ね、ありがとうございます。本当によかった、すごいなんかね伸びた気がする、ためになる時間でした、ね、いい時間だった、身長伸ばそう、頑張って、はいはいはい、じゃあ話ですか、どうぞ、はい、スタッフさんが走っていきます、はい、流れるんですけど、はい、時期に流れます、時期に流れます、はい、どうどう、うん、これかな、はい、シンガーソングライターをやっておりますノバオレリアという名前で活動をしているんですけれども、今日は多分出演者の中は水橋彩香という名前であったかと思います。ノバオレリアという名前で活動している水橋彩香です。よろしくお願いします。普段はこんな感じの曲がかかってるよっていうのを流していただくんですけれども、4月にコロナ真っ只中の中、ニューシングルを出しまして、今現在、絶賛発売中でございます。全国でリリースされておりますので、ぜひゲットしていただければと思います。Amazon とか、HMV とかタワーレコードとか、あとは配信の Apple Music や Spotify などでも聴けるようになっておりますので、ぜひ、終わっちゃった、ぜひよろしくお願いします。流れず、でこれから流れるから、これから流れる曲、あっ、私の外側の曲で、外側のやつですね、曲の解説とかね、はい、先に曲の解説、そうですね、今回シングルとして2曲入っているんですけれども、1曲は、メインとして、あのリード曲としてミュージックビデオなんかもあります。黄色い CD です。はい、ミュージックビデオはそれ忘れない、言葉の曲だよ、お盆だけどさ、お盆近いけど、そうなんです、1曲は、しっとりとしたバラードでレモンという曲になるんですけれども、爽やかな柑橘の匂いがするような、ちょっと甘酸っぱい切ない恋の曲になっております。もう一曲は神様の言う通り、あ、これです、神様の言う通りという曲になっておりまして、毎日ね、仕事とか、学校とかね、いろいろ辛いことがあっても元気が出るような曲になっております。ぜひ、YouTube でも聴けるようになっておりますので、聴いていただければと思います。ぜひ CD とかもゲットしてください、よろしくお願いします。流れたけどね、こんな感じで流しといてもらおうよ、もうちょっとね、すごい綺麗な曲、聞く回罰ゲーム受けたくないです。頑張りましょう。
張ろう。はい、というわけで次はダダルニモンスターのお願いします、はいはい、ではもう突然いきますか。あ、何もいい、そうですね、急にって感じですね。ご紹介すればそうです。あ、どうも、はじめまして、皆さん、こんにちは。ただのりモンスターのモンスター、川添由美子です。ついでです、ついでー、はい、ゲストにありがとうございます。はい、ただのりモンスターのちゃんとした方、わっくんです。よろしくお願いします。わっくん、わっくんでー、久々にね、自粛後初の現場。ありがとうございます。眉毛チャームポイントちょっと飛んじゃってますけれどもね。早速ね、そうですね、あのちょっとネタの方を見ていただけたらなという。ネタをさせていただきます。芸人さんってコメントが。何をやってるんですか。あ、そうですね、ありがとうございます。ご質問、芸人でーす。遅い、イエーイ。出方古いし、ね、何か久々に見て昭和の動き。昭和生まれだよ。気は済んだかい。気は済んだ。じゃあちょっとなんかあとあります。なんかじゃんじゃんどんどん、じゃんじゃん、何もない。ないね。じゃあ行こう。ちょっと一回ですか。落ち着きたまえよ。これからネタ出すの。ネタ、そう、ネタができるのね。そうですね、ちょっと見ていただきたいなと思います。8ヶ月ぶりに見るって方もいます。ああ、8ヶ月ぶり。8ヶ月前にネタを見てくれたってこと。え、本当ですか。嬉しい。8ヶ月前って何ヶ月前。これ以上8ヶ月ぶりとかじゃなく。わかんない。うわ、それはそれは、ありがとうございます。目に焼き付けて、今日はネタをやっていただけるということで。はい、本当に。 M1 も近いのでね。そうですね。出るんですか。はい、出ますよ。笑い芸人ですもの。そう。そうそうですね。ので、ちょっと久々なんでね、ゾーニアがどんぐらいとっちらかるかね。そうですね。私も見たいと思います。では、ちょっと、はい、前の方やらせていただきます。どうもゾエニエとワックンでただのりモンスターです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も眉毛絶好調です。眉毛をいじるんじゃないよ。嫌な気はしないけどね。ただ原曲漫才やっていきましょう。はい、ところでワックン、はいはい、ここで一つ問題です。はい、何でしょう。ゾエニエはどうして結婚できないんでしょうか。チキタチキタ。ちょっと止まりたまえ、止まりたまえ。何そのクソつまんないクイズ。マドンナの真似。知らない、世代じゃない。あ、本当。何そのクイズ。わかんない、うん、いやだってさ、私もう38なんですよ。まあまあそうね。おかしいなと思ってさ、いまだに結婚ができないの。なんでかなと思ってさ、こんな可愛いのに。まあ結構可愛いかどうかは別にね、結婚には関係ないと思いますけどもね。だってほら、今日の共演者の中で一番可愛いと思う。一番やめろお前。炎上すんぞお前。土下座して謝れ。やだ。まあまあでもあれじゃないか、結婚っていうかさ、この男心をつかむには胃袋をつかめって言うじゃないですか。おい、ね、黙れブス。ブス、こちとらな、調理師免許、管理栄養士、ジュニアフードマイスターの資格持ってんだ。すごいんですけど。そんなな、男の胃袋を掴むどころかにわし掴んでやるか。こんな結局掴んでんじゃん。同じ意味で。でもそんな料理できんだらね、いつか素敵な殿方が現れ。おい、情緒どこに置いてきた。え、私だってさ、努力してんだよ。あ、そうなんですか。毎日さ、全身脱毛行ってんの。行き過ぎじゃね。お前毛穴までなくなるぞ。それにさ、インスタに自撮りだってあげてるよ。あら、いいじゃないじゃないじゃない。いいね数ゼロ。悲しい。フォロワー数激減。切ない。いや、なんでかなと思ってさ。あれですね、あの自撮り上げてフォロワー数減るのが一番ね、心にきますよね。悲しい。いや、もはやホラーだよ。ホラーでどうした。なんか、やばくない。こんだけやってこの様って。自分で言い出しました。え、すっきりしちゃった。ああ、そうか。もう今日はストレス解消できましたんで、ああ、私帰ります。どうもありがとうございました。ああ、終わっちゃった。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、受けましたね。受けましたね。ありがとうございます。あゆかさん、はい、見放すのだけやめてよ。久々でしたね。ありがとうございました。おとなしでね。お前ここでも滑るかよ。でんぐりだった。やばいやばい。今のが一番湧いた気がするから。間違いない、間違いない。あのね、2人と私は舞台で知り合ったんですよ。もともとはね、芸人になる前からね、うん、役者として知り合ったんですけど、もうゾエネはそうネタとかじゃなくて素が面白くて、なんか天然すぎておかしいんですよ。おかしい。この後の、ね、企画とかトークも楽しみにしております。
拍手が自分だけだった。はい、というわけで、じゃあ、マジンさん、はい、よろしくお願いします。マスクメイドの後以上にやりにくい空気。はい、改めまして和太鼓奏者の暇人と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当はですね、ここで和太鼓を演奏できるのが一番良かったんですけど、昨今の事情でやっぱり換気が大事だったりするのでね、あと今日もドアを開けてやらせてもらってて、和太鼓めちゃくちゃ大きな音がするので、ちょっと会場的にちょっと遠慮してほしいというところだったので、今日はですね、太鼓を叩かないパフォーマンスをさせていただこうかなと思います。大丈夫です。でも新しいパフォーマンスすごい気になる。そうですね。じゃあちょっと本当初対面で申し訳ないんですけど、先輩よろしいですか。ちょっと先輩、あの前に来ていただいて、わっくんですね、あの向こうの方を向いていただいて、足を開いていただいて、体を倒していただいて、そういうことですね。お任せあれ。すいません、初対面で申し訳ないです。じゃあちょっと、ちょっと失礼いたします。ちょっとまず試しに一発ちょっと。あ、こんな形でやらせていただくので、またよろしくお願いします。つぶやき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 大変ですよ。顔決めてたな。1ミリも落ちてない。よし、いきますよ。あ、これからですね。よし、タイムラグ。いいぜ、おーよし、いいバスさばき。全然映ってない。よし。全然映ってない。悲しい。いきますよ。いきますよ。よーどーん。ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。最後の音で担当していただき、最後も担当していただき、本当に先輩ありがとうございます。最後だけ急にどーん。何これ。不思議と嫌じゃなかったです。すごい拍手がたくさん来てる。ありがとうございます。そうですね、ちょっとその都度その都度太鼓役の人はその場で募集してやらせていただきたいと思います。コンビ変えた方がいいんじゃない。いいんですか。よろしいですか。ただケツが持たねえ。はい、じゃあ最後になりますが、しんこさん、はい、お願いします。はい、女神のヴィーナスしんこです。よろしくお願いします。あのね、まあ、どうも、1日目の皆さん、こんにちは、こんばんは。ね、あ、2カメの皆さんもこんばんは。3カメこんばんは。みんな一緒だけどね。ちょっと情報量が多いんで、うん、そう、肩書きをあの、ね、書いてくださいって言われたんですけど、何書こうかなっていうぐらいちょっと結構ちょっとあって、まずあの作詞作曲やってます。こちらがあの、今年の1月に私芸能事務所に所属してまして、その子があのメジャーデビューをした時の曲を書いてます。作詞作曲で、あのうちの会社でラジオを持ってまして、番組持ってまして、そこの、構成作家もやってます。で、あとここに美女って書いてあるんですけど、美女です。で、あとあの千葉県松戸市応援キャラクターのバケゴロウちゃんっていうあのゆるキャラがいるんだけど、そのゆるキャラのアテンドもやってます。バケゴロウで検索、あ、出るかしらね、あ、出たらいいな。うん、バケゴロウちゃんのアテンドもやってます。お化けだけに出てくるかな、うん、あとお化けな、お化けの、そう、お化けのね、バケゴロウちゃんっていう可愛い、いるのよ。そうそうそう。で、あと、その芸能事務所の会社の役員もやってます。うん。で、あと、女神ですね。女神やってます。うん、職業なんですね。そう。あと、こう、スペースちょっと余ったんで、おのれって書いてある。おのれ、おのれ。ね。あと、ツイッターもやってるので、フォローお願いします。はい、しんこちゃんでした。そうですね、もう一回ぐらい聞かないとさっぱり。はい、こんな愉快なメンバーで今日はやっていこうと思います。ということで、じゃあ一度席を戻っていただいて、この後はトークのコーナーになります。愛してる。しんこさんは本当にすごい人なん
ですよ、うん、しんこさんの作った曲はめちゃめちゃかっこいいんですよ。もともと音楽のジャンルできた、できた、かわいい、かわいい、かわいい、そう、バケゴロちゃん、目がキラキラしてる、そう、かわいいのよね。上に乗ってるのが、頭に乗ってるのが弟のミニバケちゃんっていう、弟いるんだ、ここに、そう、弟もツイッターやってる、弟もツイッター兄弟でツイッターやってる、うん、それが松戸市のなんですね。そう、千葉県松戸市のご当地、応援ゆるキャラ、応援キャラクター、バケゴロちゃん、かわいい、あれですか、ただのりモンスターのネタが面白くないとか書かれてますか？そこまで遡れないんで分かんないですね。すいませんね、エゴさしちゃいました。なんで自分で自分の傷をさ振り返ろうと思う。はい、ではトークのコーナーに移りたいと思います。本日最初のトークテーマはこちら、ドカ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 ド教授、はい、それね、はい、私はですね、うん、あの奈良の大仏になりたいなと思いますね。あれって生まれるのまたあの大きいやつですね。あの大きい大仏でやっぱり観光客の皆さんを見ていたい。見るだけじゃん。そう、いろんな願いをそして聞いてね、うん、あ、そうなんだなとか言って、うん、頑張れみたいな。そんなんだなと思う。あれしかもなんか中入られちゃうけど大丈夫。大丈夫です、奈良の大仏になりたいですよ。得が高い。ある日奈良の大仏の隣にもう一個奈良の大仏ができたら、そうやね、おめでとうって見習おうねって言われて、全然できたんだ。拝みに行きましょう。全力で応援します。頑張れって。頑張れ。応援されちゃう。奈良も入れる。奈良も確か入れる。あ、鎌倉か入れるの。奈良は入れないかも。あ、なるほど。奈良は囲われてるやつか。囲われてる。鎌倉はね、中入れるんだよあれ。お金払うと。大仏事情全然知らない。でもほら、ちょっと寺とかはちょっとね。ああ、詳しい。他になんか転生したい。はい。お、彩香さん。私は生まれ変わったらイケメンになってモテたいです。いや、わかる。なってみたい。イケメンにはなりたい。漫画とか読んでるとね。うん、イケメンになってモテたい。なんか一時さ、なんかこう性別を変換できる写真アプリみたいなの。めっちゃイケメンだったの私。めっちゃイケメンだったの。でもなんかあんまりうまく撮れてない写真で加工するとお兄ちゃんになる。あ、わかる。わかる。それを嫁に送るっていう。私もあのイケメンになるまで写真をひたすらあの試し続けたんだけど、どうしてもこの辺の違和感が抜けない。このまま撮るんですか？あ、そうそうそう、このまま撮るとね、でも一回ね、一枚だけね、このままね、ちょっとイケメンな YouTuber っぽい感じになった。あ、見たい。ツイッターにあげてた。そうそうそう、ツイッターにあげてた。ちょっとチャラそうだった。悪くないな。なんかワックもめっちゃね、可愛かったね。え、美女になった。美女になってた。え、眉毛。やっぱ素材はいいから。女になった方が絶対モテたと思う。え、でもこんな眉毛。あ、眉毛はそのままで。なんかキリッとしたね、意志の強そうな女の子。ああ、オリエンタルな感じとか。オリエンタル。他に転生したい。はい、お、え、しんこさん。私はね、早く人間になりたいわね。女神だから。あの、やっぱり人間はいいわよね。あの、ここに来る途中はね、あのほかほか弁当さんによって、380円で海苔から弁当が買えちゃう。おいしい。まあ、税抜きだけどね。そこで一文着あったんだけど。一文着が。380円で買えちゃう人間って、本当素晴らしいなと。女神は買えないんです。女神はね、買えない時は一悶着うん、買えない時は一悶着が気になってしょうがない。素晴らしいなと思うよね。そうですね。もう一個あるんですよ。もう一個、まだまだあるんですよ。まだまだある。皇后になりたいんですよね。皇后皇后様、皇族の暮らしをしてみたいと思います。それでもまだ目指せますよ。目指せる、もう目指せないでしょ。石油王に嫁げばいける。石油王に嫁げばいける。皇族じゃないから。ゾエ夫人。ゾエ夫人。ゾエ
人は違うじゃあ私はい、いいじゃん。私は猫になりたい。あ、猫ちゃん好きだもんね。私もずっと猫を飼ってて、何匹いるんだっけ家に。今は私は3匹いるんですけど、母と姉が住んでるところに20匹くらい、保護猫とかもいるので、あと父が住んでる私の生まれの山梨にも5匹とか、なんか いっぱいいます、よくわかんない。なんかリモート飲み会をしてた時に、うん、何匹いるでしょうみたいなやつ、すごいいっぱいそうなんですよね、ずっと違う猫出てくるんですよ。そうそうそう、すごい、あのこの番組がアットホームな番組だと思っての一個お願いなんですけど、うんうん、私猫のご飯の目覚ましが今楽屋で鳴っちゃってて、止めてきてもいい、止めておいで、正直ほっこりしたわ、なんか音するなって思って、何かのアラームかなと思ったら、まさか猫のご飯のご飯の時間だよ、すごい流れが上手だった猫の話から。なんか私さ、あれになりたいの、イベリコ豚、なんかあいつらさめっちゃいいもん食べてるじゃん。そう、いやどんぐりだけど、でもボディがブーになったら多分美味しいはずなんだよ。そうそう、ボディが豚になったらね、意識は自分でも、ボディが豚になったらやっぱり、あ、豚になるとこんなに美味しいんだ、どんぐり。でも最終的に食べられるじゃん。そしたらまた次の転生いくから大丈夫そう、ね、そう、しかも豚ってさ体脂肪めっちゃ低いからさ、あ、そうそうそう、体脂肪低いから実際やつまつげもめっちゃ長いし、そう、美人なの、美人なの、豚界の美人、そう、豚界の美人になって高級どんぐりをむさぼって人生を謳歌して次の転生に行くの。人間界の美人目指せよ本田さんもさ、もう元気パツパツな感じだから無理だよ、ちょっとイベリコ豚いいなと思って、で一番いい時に出荷されたいじゃんちょっとよくわかんないんで次のテーマに行きたいです。はい、はい、では次のテーマはこちら。ドドン。はい、ほら、こんな無駄嫌だ。やっぱ話題と違うね。わかるかよ。いいですね。そう、無駄なことって世の中いっぱいあるじゃないですか。うん、こんなのが嫌だよっていうのがある人。はい。はい、お、いっぱい来た。お、じゃあ、マジンさん。まあ、今のこの直近の話で申し訳ないんですけど、この和太鼓奏者の使い方ですね。ちゃんと声を大にして言いましょう。そうですね。やっぱせっかくね、和太鼓奏者いるから、ちょっとドラムロールを。和太鼓奏者の無駄遣い。完全に和太鼓奏者の、そうですね、無駄遣い。あれ、ドラムですかね。そうですね、和太鼓じゃないから。もともと和太鼓でやらないものですよね。確かに。確かに。はい、以上でございます。直近中の直近の直近でした。メールとか文章で、うん、あの誰々様お疲れ様です、お世話になっておりますとか、お世話になっております何々です、なとにかくあのビジネス系の定型文、定型文の打ち込み、あれ、うん、めんどくさい、無駄って思っちゃって、もう私は要件からもういきなり行きたいっていう時短派なんですけど、いや、あ、私もたまにやっちゃいます。8月5日バンド変わるけど空いてる、あ、もうそれぐらいの行く行くでもまあやっぱ間柄によるんだろうね。そうですね、そういうノリで連絡しちゃって、うん、あ、やべ、この人にはこういうノリで行っちゃダメなんだみたいな時がたまにあります。ありそう。あと何のツールを使うかもありますよね。メールだとその定型文しっかり入れた方がいいかなと思うけど、 LINE、うん、だともすぐ問題とか、私も悩みます、それは。それ、ね、役員さんからしたらどうなんですか。あ、確かに。あ、いいんじゃない。どこどこすべて発生します。いいんじゃない、いい会社ですね。いい会社だね。無駄といえば最近あのコンビニとか の、うん、あのレジ袋が有料になったじゃないですか、はい、でそれを買わない代わりになんか1000円とかするエコバッグを買うじゃん、みんな、うん、あれすごい無駄だなって思う。まあ、そうだね、ビニール袋で3から5円で1000円分だと何回、うん、何回200回ぐらい、うん、お金が無駄だな。いや、エコには、ね、なるんでしょうけど、すごい無駄に感じてしまう。あ、じゃあでも袋を買う、買わない。家にいっぱいあるの、トートバッグとか、あ、それを持ってく。そうね。そう、相川夏のトートバッグ売ってるんで。なるほど。ちゃっかり宣伝入ってきた。
ってまだ流れるよ。この間トートバッグを持って買い物に肉の花間さんに買い物に行ったのよ。でトートバッグ持ってきたからもうドヤ顔で袋大丈夫ですって言った後にこう袋さいくらって並んでるじゃん、どのサイズも全部1円で、安い、買えばよかった。でも今もう会計終わっちゃったってモヤモヤしながら帰った。買えばよかった、そうしっかりしてるし買えばよかったと思って。花間さんはね買った方がいいですよ。花間さん安いんだ。安い。はい、ではそんなところで今日の企画のコーナーに移っていきたいと思います。はい、本日の一つ目の企画はこちら、じゃじゃん、物乞いキャッチ。あちょっとあのドラムロールやりたくなさそうだった。発愛の、発愛で、企画のコーナーでは椅子を使いませんのでちょっと一回かけましょう。椅子をかけていただいて、あ、スクメイドコラボも。このゲームは何かというとですね、皆さんやっぱりお金欲しいじゃないですか。今からですね、なんと、あいかさん誰も聞いてません。説明のところすいません。皆さんに説明してんの。そう、お金が欲しいじゃん。欲しい、ね、欲しいよ。だから10万円もらったりとかさ、お金が欲しいんですよ。なので今から空からなんと魔法の紙が降ってくるんです。それをどっちも逃さないように30秒間で何枚取れるかというのを30秒ゲームでございます。じゃあちょっとなるべく高いところからねこの紙を落としてほしいので。ああ、ゾイスか。じゃあゾイでしょうな。ここにありがとうございます。大抜擢。いけ進撃の巨人。よし、デデ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 デ。はい、これ以上は半券で歌えないから30秒間ですね、このお箸を使って空から降ってくるこの素敵な紙を、はい、素敵な紙を、そう素敵な紙、こちらの素敵なね、そう容器に取れたら入れる、はい、金運が上がりそうな色してますね。やっていきます。私からやる、これじゃあ早速のっちゃんからやってみよう。もうあと、じゃあ誰からやる。じゃあ相方からやる。あ、やめた。何なんだろう。じゃあ始めちゃうからね、あのこれ持っていただいて、先生、ね、お箸持って佇む姿も美しい。美しい。柔らかにお願いします。はい、じゃあ準備はいいですか。良いですか。いきますよ、はい、よーい、スタート。いけ、頑張れ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 、5枚、6枚、7枚、8枚、
顔です。じゃあそろそろ男性陣記録を。記録を。ありがとう。横回転でいただきましょう。コメントで視聴者の皆さんが記録してくれて優しい。コメント欄が優しい。そう、はじめちゃんが11じゃない。じゃあそろそろ男性陣、じゃあひまじんさん。バチでいきます。おそれでやるの。じゃあバチで。すごい。すごい。ちょっと待ってね。そんな。これ1センチしか開かんないですよ。バチ両手キャッチにします。両手で。でもやっぱ両手でいったらもうなんかね、ただここで掴むだけじゃないですか。うん、行きましょう、これで。すごい、男だ。いきますよ、よーい、スタート。おー、すごい、すごい、すごい、さすが。いい音、いい音がする。すごい。おー、惜しい。はい、あー、惜しい、惜しい、頑張れ、頑張れ、惜しい、あー、惜しい、はい、あー、惜しい、はい、あー、惜しい、頑張れ、頑張れ、おー、惜しい、OK、OK、すごい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 、リハーサルありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、一回募集させていただいて、僕の努力が。ティッシュ足りますか？なんかちょっと長いなって思った。ティッシュまだいけそうです。まだいけそうです。すいません。ちょっと今のなかったことにつながって。じゃあまあ、相川の分から1枚ひまじんさんに送りましょう。ありがとうございます。やだ。これは。いきますよ。よーい、スタート。はい。今度こそ。頑張れ、頑張れ。はい。頑張れ。頑張れ。
なんか怪しい、ね、今は落ちだけなんだ、怪しい落ちなんだ、なしです、なし、そうですか、厳しくない、はい、カメラ撮ってよくない、ナウシカみたい、ナウシカみたい、怖くない、怖くない、おー、はい、何この TM レボリューションオーシャン、
と僕にしか分かんないと思うんですけど、白いのいっぱいあってなんか PV みたいな。すごい。じゃあ、帰りましょう。いや、でもこれは1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、お11枚、12枚、13枚、14枚、15枚。おぉ、来年東京オリンピック目指しますこの競技 この競技でね。じゃあ最後はゾエね。あ、そうだ、ゾエさんこんなに汗びっしょになった後に汗びっしょに大変。じゃあもうほらイメトレと準備運動はバッチリだからね。仕事やってくれる人僕やりましょう。じゃあコンビでね、コンビ愛がまたいられるかな。一気にルールを変えてくれてはい、じゃあ行きますよ。落とせばいいでしょ。はい、よし、よーい、スタート。はい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 何の意味があるの？ドーピングって何でも勝てばいいんだよ。何なのこれ。はい、じゃあ数えてみます。数えるんですね。出てない。数えるんですね。反則で反則。手でつかんだやつは反則です。じゃあ全部だよ。そう、相川さん手でつかんだら全部だよ。手でつかんでるし、この中にも入ってなかったので、ゾエネーの結果はゼロ枚。序盤でケロリー落としたよもう、はぁ、というわけで、一番数が少なかったゾエネーには、はい、なんと、ご褒美の罰ゲームがあります。やったねー。はい、ちゃいちゃいちゃい。ちょっと待って、何をやるのかな。こんなに書かれたのに、こんなに広いステージがありますので、はい、広く使っていただこうということで、はい、全力で、全力で、コマネチを。おぉ、大先輩のやつですね。芸人だからね。大先輩のあの芸ですね。大先輩のね。全力で。わかりました。そんなことでいいんですね。そんなことでいいんですか。なんで自分でハードル上げるいいですよ。はい。はい、では、全力コマネチまで。3、2、1。コマネチ。おぉ。どうですか。やっぱりあの、大先輩のあの芸なのに、首をかしげる動きが入らないの。いやー、確かに。あー、それ確かに。首ね、確かに。全力じゃない。あ、ごめんなさい。そっからですね。まあ、リスペクトが足りない。そうです。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。厳しいね、結構。よく知ってるね。もう一回行きますよ。行きましょう、行きましょう。3、2、1。コマネチ。
押します。お題に沿ったジェスチャーをしていただいて、みんなで、この状態で、そうです、なるほど、この手錠をつけた状態でジェスチャーをします。ありがとうございます。手錠つけるの難しいです。手だけ押すわ。右手つけないといけない。うわー、あら、お茶飲んでからつければよかった。はい、お題のあれがお茶飲んでから、じゃあ誰これ、よし、誰から行こうか、私からやるか、よし、大丈夫ですか。じゃあこっちで、じゃあみんなこっち側に来て、はい、はい、ジェスチャーをしない人はそっちに。そうで、あのなんかすごい、あ、そっち、あ、客席側に。お客さんも答えていい、お客さんももしよかったら挙手して答えてください。はい、コメントもですね、挙手しないでそのままに、あ、そのまま、そう、コメントの方も何のジェスチャーか分かったらコメントしてってください。え、むず、え、で、それが当てられれば OK だし、当てられなければジェスチャーが下手くそということで次の人に行きます。いや、難しいよこれ。そうなの、難しい、どうしよう。じゃあ、え、いける、はい、じゃあ紙を置いていただいて、頑張って相川さん。じゃあ相変わらずの監獄ジェスチャースタート。え、何これ、下ネタだ、下ネタだ、言っていいですかこれ、バースデーケーキ、下ネタだ、下ネタだ、クリスマスケーキ、え、ケーキ屋さん、それぞれでしょ、下ネタじゃなかった、下ネタじゃなかった、よくわかりました。じゃあ、今さん、何かを絞っている、そうそうそう、絞るぐらいしか思いなかった、これ引くのも大変だね。はあはあはあ、おお、じゃあ、ひまじんさんの監獄ジェスチャースタート。なんだ、小走り、パン、あ、おお、そういうことか、正解です。おお、早い、早いぞ、素晴らしい、さすが和太鼓奏者、確かに、確かに、和太鼓奏者、女神は何を弾いたんでしょう。大丈夫ですか、難しい。では、ヴィーナス進行の韓国ジェスチャースタート。え、なにこれ、スケートフィギュアスケート、おー、すごい、すごい、やっぱ優雅な動きはね、得意ですね。なんかヴィーナスすごい上手なんだけど、さあ、ヴィーナスは何を弾くかな。え、どうですか。え、ね、え、職業系が多いんじゃない。はい、大丈夫です。悩んでる、悩んでる、悩んでる、猫じゃないことだけは分かった。そうですね、あの反応なら。はい、じゃあ行きますよ、はい、はじめちゃんの韓国ジェスチャースタート。かわいい、かわいい、かわいい、あ、あちらです、キャラリーアテンダント。違った、違った、バスガイドじゃん、バスガイドでもない。何か、座った、座った、受け付けるの、バスガイド。何を取ってたんだ。天井員。PTA、PTA。二人座った。二人座った。二人座った。どうも。ツアー、主婦、主婦。井戸端会議、井戸端会議。回る。お墓。人力車です。わー、難しい、難しい、
けそうだ。じゃあマスクメイドの韓国ジェスチャースタート。マスクメイド、マスクメイド。大正解。そんなことない。当たったらいいんだよ。当たったらいいんだよ。マスクメイド、本人に当たったら痛くなっちゃう。すげえ。当たっちゃった。引いたんだったね。じゃあ、ワックン。はい。ワックン。人力車、人力車。はい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 。私。いいですか？じゃあ、それ。ワックンの韓国ジェスチャー、スタート！こちらへどうぞ。人力車。人力車。何それ？こちらへどうぞ。え？小走り。サラリーマン。赤ちゃん。ワックンが、ワックンが、眉毛、眉毛。こちらへどうぞ。下積み、下積み。何？悪い。下書き。自転車。悪い。一輪車。正解。おお。ちょうどここで一輪車って見たときに人力車って言われたから、やべえと思った。こちらへどうぞ。はっ。では、失礼します。熱いね。熱いわ。いいぞ。うわー。おじゃあ、ウェネの韓国ジェスチャースタート。進撃の巨人、進撃の巨人。ピケ、ピケペ、マンガゲル、マンガゲル。エヴァンゲリオン、ガンダム、ハイピン、巨神兵、巨神兵。バイキング、これはなんだ、ブス、ブス、ブス、生ハゲ、生ハゲ、生ハゲ。
お頑張れ、戦う何かだ。戦う。ファイティングポーズ。ファイティングポーズ。総合格闘技。ファイティングポーズ。デコンボ。空手。とりあえず息して。とりあえず息して。呼吸止まって、呼吸止まって。彼氏の浮気相手に出会った時。あ、一番厳しい。一番厳しい。その状況。ファイティングポーズ。ファイティングポーズ。義理のお母さんとの戦い。義理のお母さん。殺し屋。背負い投げ。柔道バトルバトル。なんで出ないの？ごめんなさい。あと何だろう？あと何だろう？あと何だろう？ボクシングでもないでしょ。腰が痛い。格闘技でしょ？格闘技。ウルトラマン。プロレス？カエル。魔が差したんだよ、魔が差したの、魔が差すって
ったんだ。私やっちゃったことを言っていいの？鍵穴に接着だよ。私ごめんなさい。大好きな人の盗撮しました。ごめんなさい、 SNS 上げちゃいました。そりゃ結婚できないわ。あ、水平気出ちゃいました。ごめんなさい。え？じゃねえんだよ。高めな声で。高めな声で。高めな声。すいません。まだ最初、まだ最初やってごめんなさい。もうやりません。下手くそだな。はい、じゃあ全然このままお席に戻っていただいて。目線はこのままでお願いします。このままで。そのままですよ。あ、わかりました。そしてでかいな。はい、ということであっという間にエンディングの泣いちゃうかもね。うん、はい、では告知タイムになりますので、告知がある人、画像出るかしら。画像がね、今日ちょっとすごいラグがあるので諦めた方がいいかもしれない。基本口頭で告知をしてください。はいはい、はい、いいですか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これですかね。はいはいはい、4月の14日に、バースデーワンマンがあったんですけれども、コロナの影響でできず、延期になりました。ライブが、9月の15日北参道のグレープスであります。私のですね、グッズたくさん置くんですけれども、最近絵を描き始めまして、絵画を描いてるんですけれども、海の絵とかを描いております。それも展示させていただいたりとか、アクセサリーもたくさん作っておりまして、そちらも販売させていただく予定でございます。あやまりワンマンという形で、もう一人長野県出身の148センチのシンガーソングライターのマリコと2人で謝りワンマンという形でやらせていただきます。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お隣はじめちゃん、どうぞ。はい、私はファッションショーのイベントのお知らせがあります。ちょっとまだ息が頑張ったもんね。上がってるんですけれども、あの9月の5日土曜日に、四ツ谷にあるアマルフィというブランドの、今日私がこのブラウスがアマルフィの洋服なんですけれども、そのアマルフィの洋服を着て、ファッションショー体験をしましょうというイベントがございます。こちらの募集の対象がアマルフィの洋服を着られる方なので、あの、まあ、性別が男性でも心が女性であれば私は大歓迎ですので。どなたでもご参加いただけます。でこちらのイベントが無観客で YouTube ライブでの、配信を予定しております。でこの日私は出ないんですけれども、裏方で皆さんの、初めての方でも美しく歩けるようなウォーキングのアドバイスだったりとか、洋服をあの可愛く綺麗に見せるコツなんかをお伝えして、楽しい時間を一緒に作っていきたいと思いますので、ぜひ、お問い合わせお待ちしております。素敵な企画。じゃあ後ろのしんこさん、どうぞ。はい、先ほどご紹介あのいただいたあのバケゴロちゃん、うん、千葉県松戸市のバケゴロちゃんが、松戸市と、ゲーム会社とコラボをしまして、バケゴロちゃんがゲームに登場してくれた。アプリ、あのスマホのアプリでもゲームすることができて、ビット、一番大事なとこ、ビットどこ見てる、ビットゲーム、何だったかしら、マスクで分かんない、ビットゲーム、ビットゲームっていうのが一番大事な情報、松戸市バケゴロちゃんで検索すると一番出てくるので、そこにあのそれをプレイしていただいて、あのあビット、コメントが来ました。ありがとうありがとう。それもう年々いろんなものが出てこなくなっちゃうから、それをね、あのプレイしていただいて、いい成績を取ると賞がもらえるので、まずぜひプレイしてください。ちょっともう一つ大丈夫かしら。あのうちの事務所からあの VTuber っていうのが、このお披露目が8月8日に あるんですけども、もうすぐだ。そうオーディションを開催したらもう3桁のもうすごいあの莫大なオーディションにご参加いただいて、その中選ばれた、3名が8月8日にデビューすることになったので、そちらの方もぜひぜひ、どうやってチェックしようかしら。これはあのベースっていうプロジェクトになりまして、VASE ベースベース、うん、ここそれで検索していただくと出てくるので、あの楽しい方のあのなんていうの、 VTuber たちが、個性豊かな VTuber たちがいっぱい出てくるので、ぜひぜひチェックしてください。
え、あと何か、うん、何かあったかしら。うん、あと松戸市のご当地アイドルっていう、あの小学生と中学生のご当地アイドルもあのいるので、そちらがあのエメラブちゃんって言って、その元気にあの今、うん、なかなか今このこういった時代だから、あの状況だから活動できないんだけど、あの密かに頑張ってるので応援よろしくお願いします。松戸のエメか、松戸のエメ、エメラブ、あ、なるほど。何かありますか。はい、ちょっとあれ、なんでお化けなの。それがいいとこ、あの、あ、でも時間ないんで後で、はい、番組企画だけじゃないですか。じゃあ、サクッと、はい、はい、僕、今ですね、和太鼓の、和太鼓でバンドに参加しておりまして、アフリカのダンスミュージックと日本の祭り囃子を掛け合わせた、アジャテという、AJATE でアジャテというバンドをやってるんですけれども、そちらがですね、ライブが8月の10日、山の日かなんかの祝日ですかね、で、錦糸町のシルクローカフェというところでやりますので、詳しくは SNS 等で調べていただければと思います。よろしくお願いいたします。私このまま、はい、8月の下旬ですね、相川なっちゃんと一緒に共演させていただきますズームイベントに変わっちゃったんですけれどもね、あの舞台の代わりに今こういうご時世なので、ズームイベントをさせていただきます。はい、ゴージャストの、はい、写真が出る、写真がちょっと出ないので、出ないので、はい、そうですね、はい、あの SNS で大発信しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、あとコミショ、なんと9月19日に結成5年を超えてですね、初のオリジナルソングを出します。よっ、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 9月19日に秋葉原コズミクラボでやりますので、ぜひ遊びに来てください。はい、そんなわけであっという間でしたね。暑かったね。そうですね、暑かったね、はい、いやでもね、うちはね、はじめちゃんが頑張ってたような気がするんだけど。そう、あとコミュ障、今月も8月16日になんかプロレスのリングみたいなところで、はい、おっぱい天下一武道会という謎の、はい、巨乳と貧乳が戦うバトルにもちろん貧乳側で出ますので、ね、はい、応援しに来てください。そんな感じでやっております。9月はね、その19日にデコ発があったりとかあるんですけども、はい、次回の友達万博は9月16日の水曜日です。またここの V スタジオの方で、来月もね、広いところでやりますので、ぜひお楽しみに。ということで、今日も皆さん暑かったですが、90分お付き合いありがとうございました。また来月お会いしましょう。ちょっと早かったね、あと10秒ぐらいあります。はい、はい、バイバーイ。なんだこれ、最後のグダグダ。バケゴロの秘密が聞けるかもしれない。行けます。